花は違い、縁谷高清は、戦国時代から安土桃山時代にかけての山陰地方の武将。田島縁屋氏の当主。感触は、巣を守る。縁谷綱高の子。縁谷高清は、元出雲八将の縁谷氏の一族で、後田島に移った、田島縁屋氏の着流当主。 田島国は視野城を本拠地とし、山陰の複雑な山岳の地形を熟知し、進出規没に兵を動かしたため、海賊の将と呼ばれた、ナサ日本の助に対比して、山賊衆と、橋場秀吉に言わしめたが、もちろん山賊ではない。永禄6 2年、田島に侵攻した、甘子島と小田氏の前に、基準の意を示す。同年8月、山名報告と通じたことに激怒した。 武田高信らの軍勢によって攻撃されるもこれを撃退、その後は毛利氏の参加に入る。天正2年から4年にかけてはかつて自身を攻撃した高信を保護し、高信の復権と除名を毛利氏に嘆願していた。しかし、高信は報告によって謀殺された。後には高清自身も小田氏の信仰には、こうすべくもなく、足屋城を追われ、 ついに天正9年に、吉川京家率いる毛利勢と結んで、稲葉国鳥取城において、小田氏の中国攻めを担当していた秀吉と対峙することになる。高清は、鳥取城の北方に位置する、狩金山に、狩金山城を築き、日本の助の守る丸山城と共に、鳥取城の平坦戦を担当した。鳥取城に対する兵糧攻めを行っていた秀吉は、 鳥取城、狩金山城丸山城のラインを遮断することが、鳥取城の落城を早めることに気づき、宮部慶順に命じて、狩金山城を攻撃させた。高木は、慶順の手勢をよく防いだが、兵糧の欠乏による兵の消耗はいかん。ともしがたく、狩金山城は、小田方の手に落ち、高木は日本の助の守る丸山城に逃れた。 天正9年10月、鳥取城中の飢が地獄を見兼ねた、京家は、自らの命と引き換えに、城兵の命を救うことを条件として、秀吉に降伏を申し出る。これに対し秀吉は京家の武勇を信で、除名しようとする一方、高木を及び、日本の助の海賊行為を責め、二人の切腹を主張して譲らなかった。結局、 京家の自陣に先立つ天正九年十月二十四日、高清は日本の助と共に、人所で切腹して果てた。法名は、不思想、広市中古寺。丸山城の再六に、縁屋高清、那に日本の助、佐々木三郎左衛門の三名の供養塔がある。高清のこの縁屋秋守やその弟の縁屋、高久は、吉川氏の家臣となり帽州岩国の地に移った。 縁屋綱奈良縁屋津高。縁屋高清。縁屋秋守縁屋右京之助縁屋高久。縁屋綱奈清市縁屋代表縁や平吉縁や高影。縁や貞清女女女、女女。ありがとうございます。